はい、じゃあ今日はですね、カポエラには攻撃、防御、移動系の技、ね、あとアクロバットの、ね、技というのもありますね。これもまた一つカポエラの大きな特徴ですけれども、ね、まあ、皆さんのイメージの中にね、こう逆立ちして蹴ったりとかっていうね、イメージがあると思いますが、実際カポエラではやります、ね、なのでね、逆さまになって動くっていうのは、ね、結構カポエラではよくなるんですけども、まあ、それの一番大事なベースになるのはやっぱり逆立ち。これはバナネーラという動きです。バナネーラというのはバナナの木という意味で、バナナというのはね、皆様こういう感じのね、こういうイメージで、ね、上からこう向いていくんですよね。で、向いていく方が上っていうイメージですけども、あれ本当はこういう逆の、ね、逆さまの状態で入っていきますね、こういう感じで、ね、なのでバナネーラっていう名前がついています。やってみましょう。はい、まあ単純に逆立ちですね、ですけどね、カポエラの逆立ち、バナネラというのは、例えばね、機械体操とかで逆立ちしたりしますよ ね、小学校に逆立ちして遊んだ、ね、人もいると思うんですけど、大きな違いはですね、カポエラの逆立ちは顎を引いて前を見ます、ね、相手は前にいますよね。この状態で相手がここにいる、その相手を見るためには相手をしっかり見ながらね、逆立ちをする。なのでまあ下にね行くタイミングでも顎を引くんですけどね、なので顎を引いてこっからね逆立ち入ります。ね、相手を見ながら、それがポイントです。まあ逆立ちはね、皆さん壁を使ってやったりとか、誰かに補助してもらってやったりとか、ね、まあ、倒れても、ね、痛くないような、柔らかいマットとか、布団とかね、そういうところでやってみてください。まあ、逆立ちなんか普段の生活やりませんけども、ね、ものすごいね、肩とか、ね、腕とか、ね、普段そういう状態で体を支えることがないと思うんですけども、ね、なのでカポエラをやってるカポエリストの人たちはね、結構よく聞くんですけど、カポエラあるわけですよね。肩こりがあんまりないっていう人が多いですね。僕も実際ほとんどないんです。肩こり結構デスクワークねやりますけど、やっぱり肩の筋肉をね結構使って、ね、倒立してね歩いていったりとか、ね、そういうことをすることによって、やっぱり肩の筋肉をねいつも使ってので、肩の筋肉、まあね、こり固まることもありますけど、ね、やっぱり他の、全然そういうことをしない人に比べると、やっぱり肩こりは少ないと思います。ね、まあ、1日1回、バナネーラ、いいと思いますね、カポエラに限らず。で、誰でもできるようになります、本当にこれは練習さえすれば、そんなに難しいことではありません。ね、ただね、手首、いつも、ね、そんなに負担がかからない。手首に、やっぱり体重がかかってくるので、手首のストレッチしっかりしながらやってみてください、ね、でこうしっかり、ね、手を伸ばして、ね、まっすぐ体をまっすぐにしてやってみてください、ね、こういう感じです。やってみてください。